水野佐平5月7日から1972年は、日本の総制作者、和楽器収集家。徳島県勝浦郡出身。大阪市の和楽器店に奉公して2代目を継ぎ、昭和恐慌の際伊丹市に移転した。戦時中に楽器の収集をはじめ、戦後淡水会館に日本初の楽器展示施設を開いたほか、国内外にコレクションを寄贈し、武蔵野音楽大学に楽器博物館、大阪音楽大学に楽器資料室を開設させた。1891年5月7日、徳島県勝浦郡田名、野村坂本に松浦菅倉の次男として生まれた。幼名は佐吉。幼少期から音の出る玩具を好み、枝切れや竹竿に糸を張り、音を鳴らして遊んだ。坂本尋常小学校を卒業する際、教諭東条坊に、楽器制作の道を進められ、村長、荒井彦太郎の斡旋で、大阪市西区江戸堀北通り2丁目の水野琴商に奉公した。奉公初日に和楽器の中から琴を選び、店主、水野松太郎、職人、河村正太郎光春の下で、琴の制作に励む傍ら、13歳から12年間、松下岡の高等に演奏も学んだ。1922年三味線業者石村正之助と共に大阪三越百貨店に邦楽器部を開設した。1931年昭和恐慌により経営が悪化する中、宝塚歌劇から宝塚付近にあれば取引を継続しても良いと言い渡され、3月21日、伊丹市宮の前の水野楽器現在地に転居した。1939年2月特務機関の依頼で第4師団篠山連隊に属し、中市軍慰問所で蓄音機や楽器の修理に従事しながら、南京に開いた支店で尺八を販売した。一時帰国の後、1939年10月尺八奏者、大藪秀麗、総奏者、菊井松音、その介助者幸子と4名で、邦楽慰問団を結成し、上海、蘇州、南京、九江、徐州等を歴訪しながら、古楽器を収集し、11月帰国した。戦時中は、和楽器制作の仕事がなく、チェロビオラコントラバスピアノフルートバイオリン等の洋楽器を収集し、分解して構造を研究した。コレクションは空襲から守るため山中、畑中の小屋に疎開させた。終戦直後、伊丹屋座宮の下に転居した。戦後、店では、駐留軍の求めに応じて、ギター等の洋楽器も扱うようになった。1946年西宮市長、辰馬一郎夫人の仲介で、藤田伝三郎から古楽器11面を買い取るなど、旧地主、経営者層が売りに出した楽器を積極的に収集し、コレクションを増やした。1950年9月稲野神社、東側屋敷内に演奏所を建設し、伊丹と水野から一字ずつ取って、淡水会館と名付けた。1951年4月お年として、宮城道夫の演奏会を開催し、国文学者、岡田李兵衛に依頼して、会館歌、伊丹賛歌を作曲した。会館では、週2回の講習会や伊丹市教育委員会主催の教養講座を行い、ギターバイオリンハーモニカ、そう、三味線、尺八等が指導された。宮城道夫の演奏会も何度か再開催され、盛況のあまり隣の水菜畑が踏みつぶされ、弁償したこともあった。1956年、宮城道夫が事故死すると、1957年6月25日1回忌にあたり、会館内に邦楽器参考品転換所を設け、コレクションを展示した。これは、日本初の楽器専門の恒常的展示施設とされる。なお、淡水会館は1995年阪神大震災に被災して閉館となり、2007年夏季守文庫敷地内に会館可否が再設置された。和楽器の普及、商圏拡大のため、国内外へコレクションを積極的に寄贈した。1961年5月セルヌスキ博物館、副館長ルネーボン、ルフェーブル・ダルジャンセの来訪を受けた際、助け作の層に関心を示したため、寄贈を申し出、1962年1月4日、作品は発送された5月25日自己負担での渡仏を申し出るも、為替管理法の関係で拒否されたことが、朝日新聞で報道されると、1963年6月、大阪フランス友好協会の尽力で渡仏が実現し、27日国立パリ音楽院附属楽器博物館で贈呈式、7月17日パリ日本館で同伴者、柴田公子による演奏会に出席し、イタリア、スイス、イギリスを回って帰国した。1966年夏、武蔵野音楽大学楽器陳列室を訪れて、和楽器の寄贈を申し出、1967年10月、大学側はこれを契機に、独立棟として楽器博物館を開館した。1966年11月には、大阪音楽大学に邦楽器64点を寄贈し、1967年4月、楽器資料室、短期大学第1部、第2部音楽専攻に創価が設けられた。同年相愛大学にもコレクションを寄贈した。1966年武蔵野音楽大学学長、福井直弘を通じて、西ドイツオーストリア両大使から、僧の購入を打診され、1968年7月自作僧2点を寄贈し、それぞれベルリン楽器博物館、ウィーン民族博物館に収められた。1968年訓6等、炭鉱旭日賞を受賞した。1972年死去した。ベルリン楽器博物館所蔵水野楽器展は1990年9月6日3代目の甥い、白石秀樹が脱サラして4代目を継ぎ、現在も伊丹市宮の全2丁目2番5号で営業を続ける。ありがとうございます。